藤本修司の電子地底ミュージック。多くの経済人や文化人に愛された国の登録有形文化財電子地底。かつて紡績王と呼ばれた先駆的な実業家第10世伊藤伝七王の別邸として明治29年にこの地に建てられました。その電子地底は現在絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽を目当てに人々が集まり、新たな交流の場として再始動しました。この電子地底を舞台に皆様と共に美しい調べを楽しみましょう。こんばんは、藤本修司です。電子地底ミュージック、私藤本修司がこの番組の案内人としていい音楽とともに四日市にある電子地底に集まる輝く方をご紹介していきます。まずは8月23日に発売されたカオバンドの最新アルバムより仕方のない人をお聴きください。この曲は毎月開催している電子地底ジャズガーデンに登場していただいているアーティストさんの中からピックアップいたしました。またこの曲は nmap.video で演奏している様子を見ることができますので、そちらもチェックしてみてください。先週に引き続きこの方にお越しいただいております。株式会社 e プレゼンス代表取締役川北千佳子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。女性の起業家をたくさん見てきて、もっと発掘していこうというお話がありましたけど、新しい仕掛けを今始めてしまったということで、新しい仕掛けの部分を教えていただけますでしょうか。実はですね、その女性の起業家を100人集めようかなと思ってます。それは三重県。そうなんですよ。三重県にそんなに女性の起業家ってたくさんいたんですか。いると思います。それこそ前回の放送で言ったように、いっぱいアワードに応募されてきた女性たちがいるってことを知っているので、まず彼女たち毎年例えば80人近いので3年いたら240人。そうですね、まあ、重なってるとしても200人、100人は絶対いますよね。いますよね。見える化することによってどの人がどんなことをやっているのかっていうのが見えることが一番大事かなと思うんです。それこそやってみよう、実験ですね。あとそのプラットフォーム、すごくいい仕組みというかを考えてまして、女性の起業家だけではなくって企業の中で働いている女性たちも見える化できるようなシステムなんですね。だから経営者じゃなくても大丈夫。そうなんです。どういう、まあ、仕組みかって言いますと、例えば三重県で頑張っている女性起業家を応援してくれる企業さんに入っていただいて、その企業さんの中で働いている女性さんも見える化していくっていうようなシステムになってるんですよ。見える化というと、なのでどんなことを取り組んでるかとか、はい、そういったことまで見えるようになってくる。そうなんです。その会社の紹介ではないっていう、個人ですね。女性起業家だとこういうプロフィールとかでこんなことやってますみたいな情報と同じものがその企業の中で働いてる人も載るので、企業の顔じゃなくて企業の中でどんな女性がどんなことをしているのかっていうのも見えるってことですね。どういうキャリアを積んできたかっていうのも分かるわけですよね。そうなんですよ。そうするとそこの中の企業に働いてる人も、こんな先輩がいるんだと、またはその企業さんに勤めようかなって思ってる女性も、あ、こんな活躍してる女性がいるんだなみたいなのが見える化されると、三重県の女性が元気になるっていうね。でその女性を、ま、乗っていただくのに自分でお金を払ってもらうんですけれども、ただ自分の PR ではなくって、自分が頑張っている姿を見せることで次世代の女性たちのなんか勇気になるといいかなと思って、そういう意識を持った女性たちに登場いただきたいなと思ってます。企業の中で働いている女性ってあんまり見えないじゃないですか、どんなことをしているのかとか。でそこが見える化されると企業自体もなんか嬉しいんじゃないかなって。一生懸命女性活躍に力を入れているっていうのはPR できないですもんね。なかなか、うん、表に出しづらい部分がありますよね。女性が見える化になることで女性同士のつながりっていうのができるんですか。そうですね、その女性が
ライバルって言いますかね、よくいい刺激を与え合うような関係ができてったらいいかなっていうふうに思います。そのつながることで三重県全体でその女性のネットワークみたいなのが発展するかもしれないですね。それが三重県全域つながったらすごくないですか。これ川北さんが牛耳っていくだけ牛耳るんじゃないです。プラットフォームを準備するんです。はい、で実はもう一つ、うちだけではなくてですね、四日市に三重女性起業支援室っていうのがあるんですよ。そこの人と一緒に運営をしていく予定です。起業したい方の応援っていうのも同時にできていく。そうなんですよ。うちはプラットフォームを準備してプロモーションが役目なんですけれども、支援室の方ではその企業の支援であったりとか、あとは中にはですね、三重県にはコミュニティを持っている女性のリーダーがたくさんいるんですよ。そのコミュニティがうまく運営していけるような支援もさせていただくっていう予定です。プラットフォームはなんかホームページか何かで。あ、そうなんです。ホームページ上で、はい、公開されていきます。どうやって検索すればよろしいですか。キーワードに三重県女性起業家 WIZ っていうんですけれども、 WIZ で検索をしていただければ表示されます。まあ、三重県の女性も元気にしていただいて、こういった取り組みどんどん発展していけばいいかなと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます。本日は株式会社 e プレゼンス代表取締役川北千佳子さんからお話をお聞きしました。次週も川北さんに登場していただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。藤本修司の電子地底ミュージック。今後電子地底で開催されるイベントをご紹介いたします。9月1日から開催中のバンコ作家美術展では、バンコ作家さんの作品が電子地底で見ることができます。そして9月28日電子地底ジャズガーデン、9月29日プレミアムナイトが開催されます。電子地底の庭をバックにゆったりと音楽をお聴きいただけるイベントです。この他にも電子地底ではランチをご用意しております。久喜産業の練りごま、渡辺手延べ製麺所の金魚印大谷地手延べ冷麦を使った白ごま冷麦混ぜ麺が新しく登場しています。この他にも黒毛和牛うどん膳、和風ビーフシチュー&ローストビーフ膳、朝摘みフレッシュ野菜天ぷら膳、黒鉄板牛焼き膳をご用意。四日市にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。イベントの詳細やお申し込み、営業に関するお問い合わせは電子地底のホームページにてご確認ください。藤本修司の電子地底ミュージック。電子地底ミュージック、そろそろお別れの時間です。次週も川北千佳子さんとともに輝く女子についてお聞きします。この他にも電子地底は三重県応援団として三重県の魅力を国内外に発信しています。本日のラジオの様子は後日インターネットテレビ電子地ステーションで見ることができますので、楽しみにしてください。電子地底についての詳しい情報は、伝えるに漢数字の7、邸宅の邸で電子地底、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから公式ホームページをチェックしてください。電子地底ミュージック、案内人の藤本修司でした。では素敵な1週間を。